太子です。今から今日私が泊まるお部屋を紹介したいと思います。なっちゃんとの二人部屋です。ここから雰囲気が全然違うんですよ。そしてうちの物件こちらでございます。武藤真似はなかったね。武藤さん、はい、私の靴が置いてあるの、よかったらどうぞ。ちょっと待ってね、荷物、荷物だったの、すぐしない。色も見ていただいて、本当だ、ちゃんとつなぎカラーになってる。え、これは本物？これも本物？なとこに金かけたね。ありがとうございます。本当にびっくりしたんだけど、あ、いちごだ。めっちゃうまいじゃん。初めてのお店です。おいしい。首から胴体もげえ。もらおう。ありがとうございます。目あっちゃった。目あっちゃった。えっ、タピオカ好き？タピオカ好きっすね。いちごかバナナか。あの歯磨き粉みたいな味。え、何これ、どれがいい？いちごかバナナか歯磨き粉。じゃあバナナで。だよね。バナナ、こちらになります。ありがとうございます。アイコの関節中だけど。今回お部屋の協力ありがとうございました。ね、何？超びっくりした。やっぱね、呪文みたいな大人が。怖い。ありがとうございます。飲んでください。いただきます。食レポです。なんかカレーの味する。カレー。しないよ。味覚やばいよ。チョコバナナミルクでございます。はい。え、なんかクソシュールみたいな。これどんな気持ちでスタッフが準備したんだろう。私？電話？もしもし。もしもし？あいちゃん、誕生日おめでとう。河野さんだ。え？そう。河野さんだよね。河野さん、今どこにいらっしゃいます？私、新潟第一ホテルよ。え？え？今、新潟にいらっしゃるんです、河野さんも。怖っ。なんで、なんで新潟にいるの？え？なんで新潟にいるの？愛ちゃん、祝うために決まってるじゃない。家族捨てた。一人だよ。え、家族どうしたの？離婚？愛子のために置いてきたんだよ。恐ろしい男だな。本当恐ろしいな。この人ですね。この人です。え、どういうこと？なんでいなかったの？どこにも。え？いや、ここのホテルではなくて、ってことで別仕事でたまたま新潟にいらっしゃって。別仕事。あれだ。あれでしょ、たかしさんのとこでしょ。それはあれだって車のゲストだな明日で、たまたま新潟だったの。え、で、向こうの仕事が、そんなことはどうでもいいけど、おめでとう。おめでとう。ありがとうございます。あれ、みんないるの？なっちゃんがいます。みなせおめでとう。ありがとう。なんか、奇跡が、これですか、奇跡？ごめんなさい、ちょっと小さい奇跡でもいいです。河野さん、
本当はここまで来てくれる予定だったんですけど、はいはい、ちょっとあのゲストの後の飲みが忙しい。そう、じゃあ結局来てないってこと、奇跡は起きなかったってこと。違う違う、あれもうあの純粋に間に合わなかったんだよ。あ、そうなんだ。高橋さんに送ってもらったことだったんだけど、うんうん、高橋さんも愛子に祝いたいって言って今高橋さんも一緒にいるんだけど、うん、じゃあ高橋さんが連絡くれた方が奇跡だった気がするんだ。それ言ってよ、先に進んでいく。今さっきまで高橋さんが俺が電話しても愛子は電話出てくれないって言ってたよ。そんなわけないでしょ。おめでとう、アイちゃん。もしもし、もしもし、高橋さんだ。もしもし、ありがとうございます。いや、別に、別にそう、なんか、なんとなく今日そうそうそう、ひなたにあえサプライズで会うみたいな、はい、手でしてたんだけど、ちょっとあまりにも距離が遠いのと時間も遅くなりそうだったから。どれくらいの距離なんですか、村上と、まあ、新潟。はい、50キロぐらいかな。どれくらいですか。まあ、1時間って感じかね。往復2時間。うん、やめときましょう。ありがとうございます。あ、なんかサプライズでなんか、たかしさんが連絡くれるだったら私も結構興奮したんですけど、うん、なんか河野直哉さんで、うん、特にあの、まあ、はい、ちっちゃいサプライズだなと思って。いや、俺なんか今電話してももう出てくれないからって言ってさ。なんか過去にトラブルありましたっけ。ないですよね。なんでわざわざありがとうございます。あの YouTube で動画使ってもいいですか、このお声使っても。え、嘘、使ってくれるの。今録音してます。はい、ああ喜んで喜んで。優しいね、はい、あのちゃんとあのコツコツ見ていいにしてやってるから、ね、ありがとうございます。すいません、じゃあぜひまた匠にも出てください。嘘、マジで俺なんか見る人が少なくなっちゃうからやめといた方がいいけど。そんなことないよ、そんなことないです。うん、ぜひお願いします。うん、いえ、わー、できたよ、はい、うん、あと、河野さん、すいません、あの、河野さん、うん、ご迷惑おかけすると思うんですけれども、はい、すいません、うん、ちょっと空気読めないところが多々あるので、うん、はい、うん、大丈夫。そういうとこだと、すいません、よろしくお願い、うん、ありがとうございました、わざわざ、うん、はい、うん、また、はい、一人目で会ってほしかったです、はい、はい、ありがとうございます。ごめん、はい、ありがとうございます、失礼します。あ、じゃあねー。はい、おやすみなさい。はい、おやすみ。こっちが良かったな。めっちゃいい人っすね。めっちゃいい人なのよ。なんで、河野さんの電話いらなかったと思わない？まあ若干。多少ればいいか。うん。カットすればいいか。これが1本目だったみたいなサプライズですね。サプライズ。繋いでもらうか。今回は国民文化祭2019ということで、はい、今年は新潟の村上市かな、村上市です。はい、行われました。こちらで招待していただいたということで、これだけ素敵なホテルで、最高ですよね。そう、もうめちゃくちゃいいホテルで、なんでかわかんないけどタピオカめちゃくちゃ。はい、もっと行きます。いただきます。こうやってね、タピオカをもらってすごい雑音の入ったハッピーバースデー聞きながら、うん、ね、嬉しいお祝いをしていただきました。皆さんありがとうございます。明日がね、大会の本番なんですよ。前夜祭ということでね、今日はね、みんなとご飯食べたんですけど、どうでした、なっちゃん。いや、ほんとね、偉い人がいっぱいいて、言い方言い方対応に困っちゃいましたね。言い方言い方、あの人は誰だから挨拶しとかなきゃいけないの。言い方やめろ。そういうね、あの、心の声も漏れながらね、いろんな方とご挨拶できて、結構ね、食事も最高でしたね。お米美味しかったね。お米はちゃめちゃに美味しかった、びっくりじゃないですけど。甘いし白いし、でも、皆さんでも文字文字がやっぱ違うよね。ほんと米違いますよ、滋賀とは違いますよ。長野もうまいか。うまい。はい、なんですけどね、またぜひこの大会で皆さんとね、交流できるのを楽しみにしてるので、今回は新潟の皆さんに会いました。皆さん、誕生日お祝いしていただいてありがとうございました。はるちゃん、こんなさん、ドッポリオン、そして YouTube の他のね、仲間もみんなありがとうございます。さあ、そしてたかしさん、わざわざすいませんでした、ありがとうございます。またたくみ出てください。なっちゃんもありがとう。いえいえいえ、勝手に鍵貸したの。貸しちゃった。危ないね。危ないね、知らない人に鍵貸しちゃダメだよ、危ないね。さあ、というわけで今回ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。 Twitter と Instagram も全部フォローしてください。またお会いしましょう。バイバーイ。